とココアさんお疲れ様まはるちゃんとお疲れ様こんばんはうさぎさんこんばんはこんばんは来てくださってありがとうございますと山まぴーさんはーですかーかあたんうんありがとうこんばんは100キラキラはるちゃんとのぶしろさんキラキラありがとうかわーちかわーちありがとう力士 ハー,かー,かーありがとう。しょうちゃんさん、ハー,かー,かーありがとう。力士えっ、ー、と、バランありがとう。ばら、バラバラバラありがとう。ありがとうございます。えっ、ー、と、サラバイオさん、こんばんは、こんばんは。来てくださってありがとうございます。えっ、ー、と、えーと 今日腹筋楽しみに待ってます今日の腹筋 <laughs> 嬉しい。始まってすぐからもう腹筋を。嬉しい。ありがとう。JE さん、こんばんは。こんばんは。来てくださってありがとうございます。キセさん、はレしかカーーたん。うん、ありがとう。こんばんは。と、飛躍。そう、飛躍。飛躍です。 さんレベルアップありがとうございますえっとうさぎさんだるまありがとういきますよせーのだるま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 うさぎさんだるまありがとうありがとうございますうさぎさんハートありがとういきますよせーの 好き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 うさぎさんハートありがとうありがとうございますケイメガインズさんこんばんはこんばんは来てくださってありがとうございますフォロワーさん募集されてたそうなのぜひあれそういえばはるちゃんのルームフォローしてないじゃんって方はもうフォローしてください お待ちしてます。とストームさんこんばんは。こんばんは。キュークヤサトありがとうございます。ポニーテリボン可愛い,い。似合う本当？ありがとう。ちょっといつも以上に高いポニーテールにしてみました。やったね。ケイミガインズさんレベルアップありがとうございます。と りきじんはりおじさん皆様こんばんは夜勤が始まったに、ね、一括挨拶にて失礼しますりき挨拶ありがとうお疲れ様最近チェキ見返してたらはるちゃんに対して愛しさが増してきた仕事中またねバイバイえいいにけつるくない <laughs> えー、嬉しいんだけどそんななんかかっこいいじゃんねはる <laughs> の嬉しい思いだけさせていなくなっちゃうなんて ありがとうハレも早く会いたい <laughs> とゴウエーさんハレすか簡単うんありがとうこんばんは直人さんこんばんはありがとう頑張ってねかおさんレベルあ間違えちゃったこんばんはでこんばんは来てくださってありがとうございますとココエさんハリちゃんズありがとうありがとうございます ゴエさん、ダルマ、ありがとういきますよ、せーのダルマ、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 ゴエさん、ダルマ、ありがとうありがとうございますココアも、ありがとうゴエさん、ココア、ありがとうナオトさん、結婚して結婚してありがとう はちゃん今日も可愛いから学校ざわつかせてきました今日ざわつかせたから確かにこの真っ今日さ真っ赤なワンピースなんですよそうだから確かにだいぶ目立ってたかもでもリボンはつけなかったさすがに学校にこんなに大きいリボンはつけられないと思ってそうリボンはつけていかなかったんだよねだからちょっとリボンが足りなかったかもしれない <laughs> 足りなかった腹筋は最後に最後にね しかありがとうでも逆も面白いけど、ね、一番最初みんながさはいあのルームに来たら腹筋してるっていうさ <laughs> 先に腹筋してるっていうパターン <laughs> 30とか言って <laughs>「しおちゃんさんだるまありがとう」と「しんくんたんかわいすぎかわいすぎ」ありがとうボスさんおつはるちゃん お茶れちゃんありがとうこんばんは今日ブレンディのカロリーハーフ飲みましたあーブレンディースティックなんかすごいいろいろあるよねそうなんだはれ何だっけななんかがすごい美味しかったんだけど忘れちゃったでも結構いろいろあり飲んでますカフェオレも飲むしあとほうじ茶ラテも飲む抹茶ラテもあったからあとミルクティーも飲むかなお家にストックがあっていいよね美味しい キャリさんこんばんはこんばんは来てくださってありがとうございますしてないかもしれなくない知れなくもないしてるけど <laughs> されてなくもない <laughs> よかったありがとうストームさんハートありがとういきますよせーの好き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 

ありがとうございます星野さんこんばんはハレちゃん今日は可愛い洋服装だねってありがとう可愛いでしょこの襟さぁもうこのお洋服のためにあるみたいな感じじゃないですか付け襟なんですけどかわいすぎちゃってありがとうジェイさんレベルアップありがとうございます舞台の予定出たね休み希望出したよえっありがとう そうなんだよまださあれあのそうそう151617確実だけど12から14の間はちょっとどこがさあのー、晴れが出るかってとこ決まってないからそうあれなんですけどそうなの告知おきをさせていただいて舞台のそうあの3月の12の火曜日から3月の17の日曜日まであのー。 ミュージカルっぽい舞台っぽぽいい舞台そうあの舞台に挑戦させていただくのでよかったら皆さん是非来てください <laughs> そうちょっとやっぱお家が遠くて行けないよって方もあのーまあ、これから詳細出ると思うんですけどそうあのゲットできるものがあったりとかあとはそうあのチェキカエもあるし結構いろいろあるので <laughs>。 そうぜひ来てください皆さん来てくださいえみんな来てね <laughs> 今日はるちゃんのはるちゃん目当ての人誰もいないなってなったら悲しいからみんな来てほしい会いたいですジェインさんかわいいってかわいいありがとうボスさんだるまありがとうユウさんこんばんはってこんばんは 来てくださってありがとうございます。でゆうさんあれだったよ。<laughs> 来てすぐ言うのもあれなんですけど、あのプレゼントオッケーでした。なので待っ,、ね、<laughs> 待ってるね。待ってるね。待ってるね。とタッキーさんおつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう。こんばんは。ココアさん、はるちゃん、いつも可愛いえー。ありがとう。やったね。 タケちゃんさんこんばんはこんばんは来てくださってありがとうございますブンブンさんはれしかーかーたんありがとうボスさんかわいいですねありがとうございます嬉しい今日いっぱいみんな可愛いいって言ってくれる毎日この服着ようかな <laughs> とレイさん初訪問ありがとうございますボスさん ハーレーしかー、簡単んん、うん。ありがとう。はるちゃん、アフターナンティーが楽しみです。いいね、アフターナンティー。ーはれも甘いもの大好きだからさ。絶対、美味しそう。えーと、ひろしさん、こんばんは。こんばんは。来てくださってありがとうございます。ふみひろさん。ハーレーしかー、簡単、うん。ありがとう。こんばんは。 はるちゃんリボン可愛い、ありがとう。可愛いでしょう。やったね。今日のお洋服とリボンで、おたかつは可愛いさで会場をざわつかせるから、ダメです。あ。ダメか。やっぱちょっとリボンが可愛いからね。<laughs> と、はるちゃんとデートがしたいです。デート。はると。本当。いっぱい食べるよ。<laughs> いいですか。 と晴れちゃんのフォローしてない人は損してますあ <laughs> みんな損してるってよフォローしてくださいわ <laughs> からないもうみんなしてるか必ず腹筋50回ねみんなでしようねラインアンピさんえーとおつい晴れちゃんあつ晴れちゃんありがとうこんばんは今度おもちゃのドレッサーを買いますそうなのいいねドレッサー ドレッサーって可愛いよ、ね、なんかむちゃのってすごい凝っててさ最近のすごいかわいいよね「ニコニコハルちゃん好きです」ありがとうマッサンさん訪問ありがとうございます場所はえっとえっえっとええ何、ー、て言ったらいいんだろういやちゃんと名前があったんだけどちょっと名前覚えてなくてそう何て言ったっけな あのー、両国国技館両国国技館らへんだった気がするうそ両国国技館らへんじゃないかななんか小劇場みたいなんか地下に降りていく劇,なんか劇場っていうか,なんかステージやるステージとか,なんかそういうところやる場所があるんですよ劇とかやるなんか。 地下に降りていくの <laughs> なんかレンガの作りになってて地下に降りていくってことをしか覚えてないんだけど名前言われたら思い出すんだけどな,なんだっけな多分ねそこだと思うんだよね確かそうでもなんか両国国技館らへんです <laughs> そこらへんですとマニュマニさんレカありがとうハレちゃん あ待って両国ならエアースタジオとかあえそうかもエアースタジオみたいなところだったかもしれないそうかもえちょっとあの全く違ったら申し訳ないんだけどなんかそんな感じかもさすが今 ISP さんだよねそうかも <laughs> かもしか言ってないけど <laughs> エアースタジオかもかもかもど,どこだっけ 晴れちゃんは世界一可愛いですええー、本当？世界一いっちゃう嬉しいなマニマニさん晴れしかあかーたん、うん、ありがとうこんばんは晴れちゃんの赤と白い服が似合います嬉しいそう赤の服って可愛いよねパキッとしてるからね可愛い今馬娘が好きですか馬娘あれ馬娘やったことないんだよね 毎日来たらおたかとずっとできないけど大丈夫 <laughs> とかそりゃ困ったやはりやあのクリスマス席が届いたんだけどさもうかわいすぎちゃってもうどうしようっておもぐれい可愛くてそう推しが可愛かったです天才的だったアーニャか黒い黒い服になんか襟がついてて耳 確かにあああれみみあっあーにゃって耳ついてますよねピンク色の髪にでしょあーにゃねー晴れちゃん皆さんこんばんはお疲れ様です。てももえとさんこんばんは来てくださってありがとうございます声が可愛い嬉しいやっほー <laughs> と浅草ってことにしとこうあでもそう浅草らへんなんかそこらへんだった気がするなんか晴れ 前回見に行った時にそうあの結婚前に一回誘っていただいて見に行った時に浅草から歩いた気がするんだよね嘘かもだけど浅草に歩いて帰ったんだっけななんかそんな感じだったから多分そうなんか両国とか浅草とかそこら辺だと思いますと「リアルハルちゃんに会いに行きたい」えー、待ってますねみんな来てね来て来て1週間約1週間火曜から 日曜なので、まあ、ほぼ1週間ぐらいあの期間があるのでよかったら皆さんそうどこかご都合がいい日に会いに来てくださると嬉しいですまいンちゃんが好きすぎて塗り絵 CD ソフト CD ゲームソフト持ってましたえ塗り絵の CD ゲームソフトそんなのあるんだまいンちゃんのえー レースのところが特に可愛いでそうなんだよレースが可愛いんだよ可愛いよねこれね2段になってるのあそのなんていうのレースがさほら二重になっててここがまた可愛いポイントですねこの1個よりも2個あることでちょっとより華やかい可愛いありがとうこんばさんはーですかーかんんありがとうはねちゃんこんばんはこんばんは 来てくださってありがとうございます。一月二十七、下今一からス。スペーシアエックスツースペーシアエックス二号、浅草駅コックピットラウンジ、一人用に乗ります。へえー。すごい、いろんな乗り物乗ってるね。ゴールデンカムイ見てね、ゴールデンカムイ。ゴールデンカムイ、漫画。違う。違うか。ポニーテン。ポニーテ、かわい,い、かわいい。 ありがとう。四十五秒で何ができるか、四十五秒何ができるみたいなやつ。あ、違うか。あれ、なんだっけ。舞ちゃんさん。はいですか。簡単。うん。ありがとう。こんばんは。何かリアルインベがあるの。そうです。三月の十二から十七に舞台にちょっと挑戦させていただくので。そう。 火曜日関水、木、金、土、日ってあるんですけどよかったらぜひお越しくださいそうなのみんなと会えるの嬉しいとうーたんさんおつはるちゃんおつはるちゃんありがとうこんばんははるちゃん髪型がかわいい嬉しいありがとう漫画の映画実写化あそうなの実写化したやつなんだ 晴れちゃんこんばんはかわいいってひえちゃんこんばんは来てくださってありがとうございますパンでは何が好きですか私はクロワッサンが好きですクロワッサンが一番好き美味しい <laughs> そうそういえばあの <laughs> あれ言ったっけなんかさ体育の時間にダンスの発表があるみたいな話ってしましたっけ なんかした気もするけどちょっとピアノが強すぎてあんまりしてないかもそうなんかあの毎週月曜日体育の授業があるんですけど体育の授業であの創作ダンスをやるってなって各クラス 3, 3グループあるのかな3グループずつ作ってハレ、まあのその体育の授業は2クラス合同なので全部で6クラスあ六6グループあって。 そ,うそれでなんか一グループずつみんなの前で発表していくっていうのが今週の月曜日の体育だったんでですねそうであのー、春たちはな,なんていうんだろうまあ大体さクラスのイケイケ系のさ子たちがいてその子たちのグループがあってほか仲良し仲良しみたいな感じで集まってるじゃないですか。 まあそんな感じでそ晴れたちのそのクラスもすごいもうイケイケイケウェイウェイって感じのすごい盛り上げとかすごいいっぱいしてくれるねいい子たちのグループがあってさそ,うそのグループとあのグループとグループみたいなグループと晴れのグループっていう感じだったんですよ。でなんか来週に学習発表会っていうその学科全体の発表会みたいなのがあって。 そうなんか2年生とか1年生の他のクラスとかも全部が集まってそう私たちの学年はそのダンスを発表するんですけど2年生になったらあの絵本をみんなの前で歌ったりとかして発表するっていうのがあってだから各クラスでその代表者を決めて何て言うの学習発表て。 会の代表者を決めるみたいになったんです代表グループを各グループで決めるってなってそれも兼ねての発表だったんですよで私たちのグループは絶対に踊りたくないから <laughs> 絶対に踊りたくないからその盛り上がり系の女の子たちに手を挙げようとなってたのそう。でしっかり手を挙げましたもういいと思います でもあのこうやって3名伏せてこうやって教室制だから誰が何をあげてるか分かんなくてなんか気づいたら来週あのダンス発表することになってました <laughs> そうなんかあの選ばれてしまいました <laughs> そうなんですダンスの発表選ばれてしまいまして来週みんなの前で発表することになってしまって <laughs> やばーいってなってるんだけどまあ選ばれたからにはねちょっとさなんかモジモジしてるのも恥ずかしいで、逆に恥ずかしいと思ってそう最近ずっと練習してるんですけど <laughs> まさかまさかみんなの前でやろうとはもうそういうイケイケの皆様がやってくれると思ったのにちょっと頑張っちゃったんだよね私たちの班。なんかかポポンポンとか準備しちゃって <laughs> ポンポンとかさ準備しちゃってさ頑張っちゃったからちょっと見栄えが良かったっていうか <laughs> 言ってたね言ってた覚えてる？そうそうそうまあでもハレ盛大に間違えたんですけどなんかみんながねこうやってぐるぐるぐるって回してながらなんかしゃがみながらぐるぐるってこうやって回るっていうあの振りがあったんですけどなんか春レ一人だけポーンと書いって,て手挙げてジャンプしちゃってもうすっごい恥ずかしかった。<laughs> ポンって言ったらみんながさ、なんか下下でさ、ぐるぐるしてるからやばいと思って、このままグッと下げてグっとぐるぐるぐるっと回って <laughs> やばい、やらかしたってなってそれが動画にしっかり収められていて恥ずかしすぎましたねやってしまった <laughs> また調子乗っちゃったからりーさん、はりしかーか、うんぱんありがとう、こんばんは ダンスはるちゃんの見せ場だねそうなんだよねちょっと頑張らなきゃいけない <laughs> だからちょっとね、まあ、多少はみんなよりはできるかなっていうのでさ、まあ、すごい簡単な振りなんだけどその小学生とか幼稚園生とかでも踊れるみたいなのをあのテーマにしてるからそう簡単なんですけどちょっとみんなであの教え合ったりとかして真ん中で踊っちゃったりとかして。<laughs> やっておりまはるちゃんは発表したのそう発表したの長谷川さん初訪問ありがとうございますとおすすめ曲は「マインステージワクワクキッチンカーニバル」その曲なんだ「ミラクルメロディーハーモニークッキーハッピータイム」えー、全然曲の名前までは知らないやん。 イジピーさんおーっておーそうなのよ <laughs> アイドルになるためにはダンスやらなきゃそうなんだよねでさみんな優しいからさなんか「かわいい」とか言って言いながらさ応援してくれるの優しくないみんなそうなんかちょっとなんか嬉しくなっちゃったよね <laughs> 嬉しくなっちゃってさ楽しく踊ったら間違えちゃった <laughs> そうなの。 イイケイケの仲良しグループまあまあイケイケの仲良しグループ人見知り晴れちゃんグループが勝ったの、ね、<laughs> あでもみんなさほんと優しくてさなんかすごいなんか別に仲が悪いとかじゃなくてそう仲良しなんだけどあの特にクラスで目立ってる方々とみたいなそうこういうチュッチュッチュッてなっててそう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 。 ななぜ自分から手を挙げない <laughs> 私行きますって <laughs> 違う多数決だったの多数決その二クラスその体育の授業の中でそうじゃああの春 C 組なんですけどそう C 組のその発表者の中で一番良かったグループに手挙げてくださいみたいな感じで「何々何々何々」何々みたいな感じでさやっててさそう。<laughs> はるはれちゃんならやればできる <laughs> それ絶対かわいいのパってあげちゃってあーやばい <laughs> ファミマの鬼盛りパスタ食べてみてください鬼盛りパスタええー、しんいちさん訪問ありがとうございますだって可愛いもんあ,ありがとう <laughs> うォべいさん はですか簡単ありがとうえっ、ー、とこの前名前前名名が小小坂から小羽に名前変わりましたそうなのそれねあ確かにあれ違うか「小羽こコ,コア確かに「小坂ココアだったよね変わってる確かにジアガール風なんかそのポンポン持ってたらちっちゃい子たちが踊ってるみたいになってさちょっと華やかになるかなと思って。 そうポンポンとか持ってたんですけどそうなのチヤ <laughs> がチヤがあるってほどでもないけどそうちょっとポンポン持ってさみんなで「ちょっと華やかにわーってやってたらそうこだわってる!」ってなってあの <laughs> 選ばれてしまいましたハレ <laughs> <う>ちゃんソロたソロ立ちが決め手だったそうだったのかなハレが「イエーイ!」ってやったのが決め手だったのかな <laughs> ピアノとはやっぱりやる気が違うね確かにねピアノは本当にあのもうこなす <laughs> こなすもういかに迷惑をかけないようにいかに存在感を消せるかということが勝負だったから <laughs> もう本当にもうよかったよそうなのもう,もうこれ以上ピアノとはちょっと縁を切りたいところではあるよね でもも来年も絶対あるんだよなどうしようそうあのー、知らない方もいらっしゃると思うのであのハ、ー、レの前期のピアノとの葛藤をお話ししますとあでも結構みんな知ってるかもしれないんですけどあのハレは本当にピアノができないですね。そうでなんかピアノの授業がね前期にあったんですけどピアノの授業の時にその。 本当に初心者クラスなんか 5, 5クラスぐらいに分かれてて本当に初心者クラスでほぼ初心者だけどまあ頑張ったら弾けるぐらいの人でまあちょっとだけ触ったことがあるみたいなだからこう思い出させたりしたらもうだいぶできるようになると思いますみたいなで、まあ、すごく得意っていうわけじゃないけど結構やってましたっていうクラスでこれはもうピアノずっとやってて あもうある程度は弾けますみたいなっていうまあコンクール出たりとかしとこもいたしっていう感じの感じのクラス五クラスに分かれてハリはこの一番下のクラスだったんですねそうで一番下のクラスの中でも多分まあ、そういうのはなかったけど一番下のクラスの一番下ぐらいのレベルだったんです本当に先生がもう諦めてなんか本当にハリが絶望的な顔をして毎日毎週授業を受けてたから。 あのー本当に絶望的なね顔してたからもう先生も何も言わなくなって「先週よりは」みたいな <laughs>「先週よりは弾けてると思います」とかさ「なんかもうちょっと元気よくなんかあのできたらいいよね」とか言ってますその <laughs> みんなはさ「ここをもっとこういうふうに弾いたらいいと思うよ」とか「なんかここはなんかこの なんか強弱をこうじゃなくてこうしたらいいよとかって言ってもらってるのに晴れの時だけなんか「うんうんできてると思います」みたいな「できてるとも言ってない、ね、うんあっよくなったらよくなってる」てる <laughs> それしか言ってもらわないのもう本当に <laughs> 悪すぎてそうでまあそんな困難が続きまして でその前期の最終の時最終のね授業の時に「発表があります」って言われてさ発表先生とかみんなの前でやったんですよ。本当に弾けななくてても,もう止まってるなんかみんな本当に2分ぐらいで終わるテストり5分ぐらいやってて止まりすぎて。で まあそれでで皆さん終わりですみたいな全部全員が終わって「皆さん終わりです」みたいな「これで皆さんおしまいですねお疲れ様でした」みたいな感じで終わって「わ」ってなって「じゃあ帰ろう」って言ってたら先生が春の方にタタタタタタって来て「藤崎さん」<laughs> 私が来た意味わかるかな?」って <laughs> 言われてあの藤崎さんのそう今回のテストはちょっと。 判定がでできないので本当はあの追試とかっていうのはやってないんだけどあの来週に追試があるからそう休んだ子たちの追試があるからあの藤崎さん受けてくださいって <laughs> 言われてもう1週間しかないのあと1週間で追試に向けてもう猛特訓本当にもう泣きながらもう本当に泣きながら <laughs>。 テスト終わった時点でもう泣いてたんですけどハレはでももうやばいと思ってそう泣きながら練習を本当に1週間してまあ無事最低レベルをクリアして <laughs> そうまあなんだかんだ合格したんですけど本当にねそういう感じの,そのピアノだけの授業がね多分ね来年もあるんだよね前期に。 もう本当に勘弁してしててほいいっていう <laughs> もうも私の目にもなってくださいっていう <laughs> まあその先生とも結構いろいろあったねみんな <laughs> 配信してたらねなんか <laughs> 怒られちゃっていろいろありましてそうなのよもう因縁の先生なんです <laughs> と「やりちゃんさんこんばんは」こんばんは来てくださってありがとうございますみやちゃんさん はいですかカータン、うん、ありがとうこんばんはやりちゃんずさんだるまありがとうお味噌さんだるまありがとうありがとうございますポニーテール可愛い,いって可愛い,いありがとう知ってます知ってるそうなんだよコカイちゃんもピアノできないね本当に難しいピアノ 来年は難しい曲多分そううだだと思うんだよねなんか一応その教科書の基礎練習みたいなのがあってそうすごいページ数あるんだけど本当になんか100何番とかまであるけどハレ二20何番とかまでしかやってないから多分その続きになるのかなって思ったり全く違うのが渡されるのか分かんないけどそうもう無理勘弁してって感じ。<laughs> そう ななくては語れないよねピアノの話本当にね <laughs> もう落第 C なんか C までがギリギリの単位もらえるんです D からが落第だから絶対に D か C だって思ったんだけどあれなんかあれどっちだっけ A だったのかな B だったのかあ B だったのかなのかな,なんかおっと思ってあ六落台じゃないっていうかその。 余裕だったんだって思ってなんかもう本当に <laughs> よかったけどなんかまああんまり腑に落ちてないあそう B だったな B でママちゃんに「なんで落第じゃないの?」って言われたの <laughs> なんか <laughs> いやいやいや娘に向かってなんで落第じゃないのって聞くのもあなた間違ってるわよっていう今ハマってるアプリはフルーツ飴達人ですフルーツ飴達人へえケンシロウさん はーれしかんたんうんありがとうこんばんはもうさあれはもう流行終わったんですかなんだっけスイカゲームケンシロウさんだるまありがとう <laughs> 再試験も休んだ人の中でハレちゃんはガチ再試験だもんそうなんだよみんなコロナで休んでるとかちょっと学校を休みがち でそうなんか「テスト受けられなかったから」みたいな子が多い中あの私だけあのちゃんと全部出席してたけどできなくて再試っていう <laughs> 気まずいよ本当に。なんか「なんかあそうコロナかかっちゃって」とかって言っててさ先生も「あそうだったの」みたいな「体調管理気をつけてね」とか言ってさそういう世間話とかしてる中もう私はもう私には何も触れないでくださいよ <laughs>。 もう健康面の話とかでできないんでそうもう何にも触れないでくださいっていうオーラを出してひたすら教科書だけを見てそうでも教科書見たところでさ別にさ <laughs> ピアノ手だから何のねあれもないんですけどもう,もうシャットダウンするためだけにそう教科書を見て待ち時間を待ってそう再試をして本当に困ったもんよ。 まあ不合格になるよりは良かったねそうそうだよね不合格になるよりは良かったよねうんうんうんピアノだってやればできるまあね <laughs> 本当にすっごい時間かけていいならいいんだけどねポニーテールのはれちゃんかわいいありがとうイベント配信中に実習室使って注意されたりねそうそうなんだよなんかイベントででも学校で配信したくてなんか ピアノの自主練の部屋があってそこで配信してたらなんかその授業の先生がコンコンコンってノックしてきてえっやばいと思って開けたらなんか「今何してるの?」みたいな言われて「あっいやあのー、ちょっと自習を」って言ったら「なんかあなたでもピアノ弾いてなかったよね」って言われて <laughs> あ。 はい、ちょっとあの,あの宿題ご一人になれるからいいかなと思ってやってましたって言ったらなんか「でもここはピアノ練習室だからピアノ弾かないんだったら出てってもらえますか?」って言われてなんかそんな感じで言われてさなんかもう「やばいやばいやばい」<laughs>「すいません」とか言ってでみんなで「やばいバレたバレたバレた」レたレた <laughs> 配信中にみんなに怒られるっていう <laughs> 本当になりましたね。 そんなことも。たけちゃんさんはーデスかー。簡単ありがとう。こんばんは。落胆にならないように応援してありがとう。本当にもう落胆しなければね。 ふ普段の先生じゃなくてピンチだったからそうなんかさ全く弾けないところから弾けるようになってたらさなんかああ頑張ったんだなって思ってもらえると思ったのにそういう時に限ってその先生いなくてさ全く知らない先生が「春の追試」をね見ててな何かほん <laughs> なに,これ <laughs> 本当になんかせっかくだったら聞いてほしいじゃんそんなに頑張ったんだから1週間本当に頑張ったからでも聞いてほしかったのにいなかったしさその。 何もできないところからちょっっっとできるようになったっていうこのここを評価してほしかったのにここしか評価してもらえないから <laughs> その <laughs> 本当にええー、と思って本当にもうダメかと思ったよね「聖火ゲームまだ流行ってるあまだ流行ってるのつむつむやってますかつむつむねお正月に一回ダウンロードしたけどそうもうやってないですつむつむ弟ちゃんがやってるよ なんかわかんないけど100万とかって言ってましたスコアが本当かよくわかんない <laughs> 本当かよくわかんないけど100万とか言ってなんか俺がなんかつむつむつむのゲームの中で最高点みたいなことをよく言ってた「えすごいそうなんだ」そうでも最近すごい進化してるよね アイカパさん、アイアイパカさん、訪問ありがとうございます。つむつむ最高は七万一十百千ま七万点？そうなんだ七万点。すごいね。全然もうわかんない。時間があってもギリギリまで練習しないです。いや。 さすがにピアノはでも本当に1時間やったら精神が壊れちゃうから30分って決めてそう1回30分で本当にあの窮地に追い込まれた時は1回30分をでも今回のあの発表の時も1日に2回ぐらいだからトータル1時間ぐらいはピアノしてましたそう。本当に追い込まれてたから <laughs> <laughs> でも1回30分っていう区切りは絶対に守っていかないと本当にあの精神壊れちゃうと思って <laughs> 本当にねそうなんだよもう禁断症状みたいな禁断症状じゃないね何て言うの本当にちょっと無理だったの <laughs> え、まあ、ピアノ少しでも弾ける人も楽譜読めるだけでも尊敬する本当にピアノアプリでやったらどうですかアプリか。 ツムツムのレベル百十です。え、すごい百十なんだ。すごいね。たけちゃんさん、レベルアップ。ありがとうございます。雪見みだゆくん美味しいよね。けけはるすかーん、ーんありがとう。はるちゃん、曲に合わせて鍵盤が光るピアノ欲しいね。指の動くようにね。本当に欲しい。 の知り合いでさあのピアノ全く弾けなかったけどその電子ピアノの光るやつでずっと同じ曲をなんか本当に遊びでずっとや流しててそこを追ってたらあの弾けるようになった子がいますそれでエリーゼのためにかなんか弾けるようになったんで。っていうのを。 本当にずっとかけてたんだってで、まあ、こうやって折ったりとかしてたらいつの間にかそれで手を覚えたから弾けるようになった子がいてあそういう手もあり <laughs> 確かにそれだったらできるかももうなんか手をこうやって動かすみたいな感じで覚えたらいけるのかもしれないで右手と左手が一緒には動かないんだよな「ゼロタイガー」さん ハレスカーデスか、か、う、たん。ありがとう。こんばんは。お休み中さん、ハレスカーデスか、か、う、たん。ありがとう。こんばんは。楽しくやらなきゃそう。少しでも楽しくやらなきゃ。タムさん、百回訪問。ありがとうございます。タムさん、百回も。晴れのルーム。来てくださって、ありがとうございます。これからも。一緒にね。 ももっとも楽しい時間過ごしたいなーって思うのでこれからもよろしくお願いしますありがとうレモンさんフォローしましたーって嬉しいありがとうございますこんばんは藤崎晴れです晴れちゃーんって呼んでいただけると嬉しいですありがとうピアノ以外は100点満点ですほんとピアノ以外とあまさんおつ晴れちゃん おちゃれちゃんありがとうこんばんは来てくださってありがとうございます運動苦手な人も同じかもね確かに確かにねそうなんだよみんなもなんか嫌なものってねどう頑張っても無理だもんねま <laughs> もなく腹筋が始まりますそうそろそろ腹筋をしていきたいと思いますよし 本日もちょっと二十三時になったらアラームが鳴ってしまうので、それよりも前に終われるように。頑張ります。よしよし。それでは。いきます。あ、プニーテール、いい感じじゃない。<laughs> いきます。せーの。一。あ、ちょっと筋肉痛かも。 456789101011。 121314151617181920。 二十一、二十二二十三二十四二十五二十六二十七二十八二十九 三十三十一三十二三十三三十四三十五三十六三十七

46474849ラストオッ !OK 終わりましたえでどう エライナもう筋トレやめちゃったあマさんやめちゃったのでも頑張ってたもん晴れはでも晴れもちょっとサボっててそうでもあの <laughs> 腹筋ぐらいはやらないと本当にあのちょっと食べる量がちょっと幸せがいっぱいになっちゃったから <laughs> そう晴れの,の幸せ面積が増えてきちゃったからそうちょっとやらなきゃと思ってちょ,ちょっとだけやってる <laughs> 鍋城さん、晴ちゃん頑張って、ありがとう。筋肉痛でも頑張る晴ちゃん好きです。あ、ありがとう。<laughs> 筋肉痛になって,言ってた。けっけい、レベルアップ。ありがとう。おつ晴ちゃん、割れてるな。<laughs> ありがとう。<laughs> <laughs> と、ももんちさん、レベルアップ。ありがとうございます。だるま。ありがとう。 きますよせーの「だるま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 」「ももちゅさんだるまありがとう」「ありがとうございます」「ありがとう」「白樹さんはるしかかたん」「うんありがとう」こんばんはえっとサラバイオさん「レベルアップ」「ありがとうございます」 しまった遅刻したやってヤホーありがとうリッキンジンボスさん白樹さんももっさんケッケンユさんストームさんノブシロウさんパチパチってありがとう星野さんおつはりちゃんありがとうポニーテールに赤いリボンって可愛いいの極みだねやっぱり可愛いよねやっぱり赤のしさ結構大きめのリボンだから見える <laughs> すごい <laughs> 可愛いよね ありがとねわかるリボンってやっぱかわいい明日は仕事ですね頑張ろうねみんなということでそろそろランキングをお読みして配信を終わりにしたいと思いますお読みします13位信代さん12位おみそさん11位ボスさん10位ケンシロウさん9位ココアさん8位翔ちゃんさん7位ストームさん 六位ノーさん、五位ジェイインさん、四位ユウさ,さん、三位ウサギさん、二位ゴーエさん、そしてそして一連君、ありがとう、ありがとうございます。皆さんもきな星ギフトコメントをたくさんたくさんありがとうございます。ありがとう。どうもはーいと、ありがとうございます。ありがとう。 それではそろそろ配信を終わりにしたいと思います明日も、えー、と夜22時から配信するのでよかったらまた皆さんお越しください今日ちょっと美重良くない急に <laughs> 終わる時に言ってる美重いいよねちょっとまたポニーテールしちゃおうかなイェイ <laughs> ということで配信を終わりにしたいと思います皆さん今日も楽しい時間を ありがとうございましたそれでは今日も素敵な夢が見られますようにいきますよせーのおつはるちゃんおつはるちゃんありがとうではではカウントしていきます五、四、三、二、一、バイバイ、バイ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  ありがとうございましたまたねバイバイエンスみなさーい